はい、というわけで、皆様こんにちは、こんばんは、グリード鈴木と申します。はじめましての方ははじめまして。というわけでですね、昔もう1989年になってますね、これね。はい、昔のゲームをやってみたいんですけれども、実況動画っていうのをですね、ちょっとお試しでやってるので、まあちょっとうまく撮れてなかったり、まあ音がでかいとか小さいとか、まあいろいろ不具合があるかもしれないですけども、まあちょっとね、お試しということでやってみたいと思います。このゲームはアウトライブです。1989年サンソフト、ということです。サンソフト、はい、サン電子ですね、昔のね。1989年ですよ1989年。もしかしたらまだ生まれてませんっていう方もいるのかな。はい、これ PC エンジンというゲーム機のゲームです。PC エンジンっていうのはね、世界初の CD ROM のゲームっていう、確かそんな触れ込みだったと思うんですけれども、家庭用ゲーム機で CD ROM を搭載したのがこの PC エンジンが世界で初めてだったという、そんな時代ですよね。で、1989年って、CD ROM がそれこそ出たか出てないかというあたりじゃなかったかな。1989年、確か天外魔境が1989年、イースワン2が1990年とか、それくらいだった気がするので、まあ PC エンジンにおいてもですね、 CD ロムがまあまだ出たか出てないかっていう頃に、ヒューカード、CD ロムではなくて、カードタイプのゲームで出てきたゲームですね。なので、まあまだ PC エンジンの初期の頃のゲームと言っていいのかもしれないですね。はい、で、このゲーム、まあご覧の通りロボットものです。はい、 SF ロボット RPG、そんな感じですかね。で、3D ダンジョンです、このゲーム。3D ダンジョンものなので、はい、まあ、苦手意識を持っている方もいますかね、3D ダンジョンって聞くと。まあ、女神転生とか、ウィザードリーとか、まあ、そういった、ウィザードリーって、今の人はもうわかんないのかな。女神転生はギリギリわかるかなぐらいでしょうか。ペルソナとか、いろいろ、ね、シリーズはずっと続いてますからね、いろいろと。ウィザードリーってもうみんなわかんないのかもしれないですね。はい。なので、まあでも昔 3D ダンジョン RPG って結構いろいろあったんですよね。ディープダンジョンとか、PC エンジンでいくとダブルダンジョンなんていうのもありましたね。はい、でこれも 3D ダンジョンもので、ロボットもの、 SF ものであるという、そんなゲームです。はい、まあ例に漏れず昔のゲームなんで、かなり理不尽な不親切な作りだったりはしますけど、当時はこれが当たり前だったので、まあ当時何も違和感なくかなりこのゲームに熱中してましたね。
はい、とりあえずやってみますか。はい、ニューゲーム。惑星ラフラ。その古代遺跡から発掘される科学技術は大変高度なものであり、我が帝国の工業もこれに追うところが大きい。しかしそのラフラ内でマースと名乗る組織が不穏な動きを見せている。先に潜入させたインペリアルスカウトの調査員も消息を絶った。そこで君にラフラの調査を行ってもらいたい。君には最新型の FW はファイティングワーカーですね。最新型のファイティングワーカーブラウディスが用意してある。ラフラにはファイティングワーカーで試合を行うデュエリストとして潜入してもらう。また伝説のファイティングワーカーブラウディクスを探せとの指令も受けている。では任務の成功を祈る。インペリアルスカウトコマンダーマークス・ブッカーですか。つわけで、惑星ラフラにやってきた主人公というところですね。はい、このゲーム本当に実にシンプルで、ある意味味気ないとでも言えなくもないんですけども、メンテナンスで、自分のロボットのエネルギーの回復、エネルギー HP ですね、ドラゴンクエストとかで言えばヒットポイントの回復、オプションは、オプション武装の、弾薬補充、オールチャージはその両方やると。でショップ、ガンショップは武器は売っていると。 N1 バルカンガン、 B1 ブラスター、 I1 ゴールドライフ、はい、これ属性があるんですよね。武器に N1 っていうのはノーマルの武器の、ランク1の武器ですよ。バルカンガン、 B1 はブラスター系の武器の、ランク1の武器ですよ。ランクが上がれば上がるほど強い武器になるので、はい、I は、アイス系の武器ですよと。あともう一つ L っていうのがあります、ね、レーザー系の武器っていうのがあります、その4種類の武器を使いこなして、進んでいくと。で 3D ダンジョンの中にですね、ファイヤーエリアとか、アイスエリアとかマグネットエリアと呼ばれる、ノーマルとは違う、属性のエリアが存在しまして、でそこだと、ノーマルの武器とか、あと属性の合わない武器っていうのは威力が落ちてしまうので、その属性に対応する武器で戦っていく必要があると、そんな感じですかね。とりあえず N1 バルカンガンっていうのは今持ってるので、確かですね、ただブラスターとかコールドライフルは持ってないので、属性武器をも今持ってない状態ですね。はい、で、アーマーショップは防具ですね。スケールアーマー、セラミックスアーマー、チタンシールド、正直ね、ミサイル系をなるべく早めに買っておいた方がゲームは楽に進めるかなと思います。通常武装よりもですね、はるかに威力の高い攻撃ができるので、ちょっと反則かなっていうぐらい破壊力のある武器なので。
正直あのミサイル以外のオプション武装って正直使わないです。いらないです。はい、いらないんですけど、僕はあえてチャフ買っときます。まあ、その理由は後ほどご説明したいと思いますけども、あとアイテムは、パックワン。パックワンっていうのは、自分のファイティングワーカーのシールドエネルギーを1000回復するというものですね。まあ、HP を1000回復するものと思っていただければと思います。これが確か8個まで持てるので、買っとこうかな。はい、パックワン回復はね、もうなるべく持てるだけ持ってた方がいいですね。序盤敵弱いんだけど、それにも増して自分が弱いので、はい、回復はあった方がいいですね。でバックワーカーっていうのは確か最後に立ち寄った街に瞬間的に戻れるっていう優れものです。これはもう非常用に1個は必ず持ってた方がいいです。サロンですか。これどこの町行っても施設は変わんないので、売ってる商品のラインナップは変わるだけで、はい、どこ行ってもガンショップ、どこ行ってもアーマーショップとかがあると思っていただいていいと思います。サロン酒場みたいなのですね。でここには、いろんな登場人物がいていろんな情報をくれるというとこですね。イエルマークって人がいますね。偵察局から話は聞いている。とりあえずデュエリストとして登録しておいた。頑張ってくれ。はい、トリントンにいるナチ村上と戦い、シティごとのデュエリストを倒さんと次のシティには入れんぞ。はい、デュエリストっていうのはまあそのファイティングワーカーで試合を行うというふうに先ほど説明がありましたけれども、まあ、このデュエリングと言われる試合で、その各デュエリストを撃破していって、まあ、デュエリストにはランクがあるんですね。でランクを上げていけばこの惑星ラフナにおけるチームは上がっていくという感じなので、デュエリングで勝って自分の地位を上げて、で、なんだろうな、そうすると周りの人たちが協力的になってくるので、それでいろんな情報を仕入れたり、すると、まあ、そんな流れになりますかね。なので、この惑星ラフラではこのデュエリストとしての地位がそのままこの星における人間の価値みたいになっちゃってますので、ね、はい、まあ、とりあえずこの話を聞いたので次のトリントンシティというところにいるナチ村上と戦えるようになりますと。じゃあ行きましょうか。これですよ、これ。もうこのゲームね、もうとにかくかっこいいんですよ。もう超かっこいい。当時このゲーム最初にプレイした時に、うわなんだこれかっこいいっていう、そういう印象を持ったゲームですね。はい、起動コードを登録してください。このロボット、ファイティングワーカー、ブラウディスっていう機体なんですけれども、それに、自分の愛着の枠名前を付けてあげましょうと、まあ、いうことですね。で実はこれが、パスワードの一部になっているので忘れないようにしてください。このゲームセーブはできません。パスワードによるコンティニュー方式になります。パスワードを忘れると再開できません。
昔のゲームありがちに。はい、これでブラウディスが起動しましたね。この細かさ、多分メカオタクの人はちょっとうおーってなるとこですよ、きっと。はい。で、真ん中下の風に表示されてます、左側の AL01、DL01、これがレベルですね。はい。アタックレベルとディフェンスレベルに分かれています。アタックレベルが上がっていくと攻撃力が上がる。ディフェンスレベルが上がっていくと守備力が上がると。で、隣に、SE とありますけども、これがシールドエネルギーですね。このシールドエネルギーがある限り、やられることはないんですが、ゼロになったら、やられちゃうと。はい。まあ、これがヒットポイントに当たるものですね。で、アタックレベルが上がると、同時にシールドエネルギーの最大値が上がるようになってます。はい。これ、確か、説明書にはディフェンスレベルが上がるとその防御力に対するなんだろうな、コンピューターの余力が生まれて、その分をシールドエネルギーに回せるので、ディフェンスレベルが上がるとシールドエネルギーの最大値が上がりますよって確か説明書に書いてあったと思うんですけど、これ逆なんですよね。アタックレベルが上がるとシールドエネルギーが上がるという風になってます。これは何でしょう、誤植なのか何なのか。まあ多分ですけど、アタックレベルはね、敵を倒す敵はどんどん上がっていくんですけど、ディフェンスレベルってこれダメージを受けないとディフェンスレベルの経験値ってもらえないんですよ。なのでディフェンスレベルを上げるのって意図的にダメージを受けなきゃいけないので結構ね大変なんです。なのでディフェンスレベルを上げないとシールドエネルギーが増えないっていう説明書通りの設定だと結構ね難易度高くなる気がするんですよね。なので調整が入ったんじゃないかなと個人的には思ってます。はい。もう雑魚敵倒していけばどんどんアタックレベルの経験値もらえるので、それでアタックレベルがどんどん上がってシールドエネルギーもどんどん増えていくと、多分その方が、プレイヤーに優しいと思ったんじゃないですかね。はい。では出撃しましょうか。今現在いるのはラフラシティというところです。で、トゥートリントンシティとなってますね。これがトリントンシティへの道というふうに思っていただければと思います。で、このゲーム、まあメカデザインがかっこいいのはともかくとして、もう個人的に一番好きなのはこの音楽なんですよ。 3D ダンジョンの音楽が超かっこいいんですよ。これ今トゥートリントンシティをこれボタンを押すとその音楽が流れるので、ちょっとねぜひ聴いてみてほしいなと思うんで、はい、いきますよ。
聞いちゃいますね。最高っす。で、まあ、この曲ね、すごく長いんですよ。まだこれ、ループしてないですからね。はい。で、これで、ボタン押すと、メニューが出るので、アイテムを使ったり、ステータス。これが今、自分の状態ですね。満足しそうな勢いですけれども、じゃあちょっとやってみましょうか。ね、ドット絵によるこの書き込みはすごいですよね。ファミコンよりもさらに使える色が増えて、よりね臨場感のある、まあ今時の人たちにしてみればなんてことないんでしょうけど、昔はねもうこのコックピットを見ただけで鳥肌立ったもんですけどね。行きましょう。これ一瞬にしか映らないドアもね、細かいんですよ。きちんと書き込まれてる。こんな感じでね。で、これスーッと動くのがいいですよね。おっと。はい。これが敵ですね。ポーリー。ターゲットポイント3。アタック経験値8。このターゲットポイントっていうのが、こいつらお尋ね者なので、ターゲットポイントを稼いで街に行くと生産してくれるので、それがまあお金になると。ただこれ街に帰らないとですね、ターゲットポイントいくら稼いでも街に無事に帰れないとですね、生産してもらえないので、稼いだターゲットポイントが死んでしまうとゼロになるという、結構鬼仕様です、はい。で、アタック経験値っていうのは、まあ、要はこいつを倒せばこのアタック経験値がもらえますよ。これは倒せば無条件にもらえるので、はい。じゃあディフェンス経験値はどうなってるのっていうと、先ほども、言いましたけれども、これ敵からダメージを受けないとですね、敵からダメージを食らわないと、ディフェンス経験値ってもらえないんですよ。1回ダメージを食らうとアタック経験値の半分4、フォーリンだとこれ4もらえるんですね。で、2回食らえば8、3回食らえば12と、これディフェンス経験値は敵がダメージを受ければ受けるほどもらえるんですけど、アタック経験値は固定です、はい。まあ、なので、普通はねダメージをなるべく受けないように戦っていくじゃないですか。なので経験値はポン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 もらえるんだけど、ディフェンス経験値って意外と普通にやっていくとねもらえなくて、だからアタックレベルばっかり上がってディフェンスレベルはなかなか上がらないと、なんかそういう感じになっていくんですよね。アタックレベルは20になったけどディフェンスレベルはまだ15台とか、そういうことが普通に起こり得るので、はい。なのでディフェンスレベルをね意図的にダメージを受けてディフェンスレベルを上げるという作業が必要になってくるんですよね。まあちょっとそのタイミングにこのチャフを買ったんですけど、まあ、それはちょっとおいおいやっていきましょうか。まあ、とりあえず普通に戦いましょうか。これで武器はここで選べるんですけど、今1個しかないんで、でオプションも選べる。最大で4種類かな、確か持てるので、武器の使い分けっていうのができるんですよね。こんな感じ。で、このフォーリンっていうのが一番弱い敵なので、これでダメージを1回受けたので4ですね。これダメージ2回受けてれば8もらえてると。
が違うとこ来ましたね。今まであの黄色いエリアにいたと思うんですけど、あれがノーマルエリア で今ここがあの灰色のエリアに来ましたね。これがねマグネットエリアと言われる、属性がついてるマップになります。ここに来るとそのマグネットエリアに対応する武器を持ってないと通常の武器、通常のこの NN ノーマルですね、 N1 の武器だと属性のあるエリアだと威力が弱くなっちゃうので、このマグネットエリアに対応する武器を持ってないといけないですよね。まあ、戦えないことはないんですけどね。なので一旦ここは帰ろう。8でしたけど12ですね。ちょっと強い。197。まあでも戦えなくはないですね。怪しくなってきたので町の近くに入ってきましたけど、じゃあこれ倒したら行けるよね、町に帰ろう。あ、クリティカルヒットした。これクリティカルヒットとかあったっけ。これこれね、ターゲットポイント11稼いだのでクレジット55もらえますよ。ターゲットポイントの5倍ってことですかね。コンピュータラーニングスキャンシステム、次のレベルアップまでアタックレベルが22、ディフェンスレベル26。まあ戦えば戦うほど、コンピューターが学んでいって強くなると、まあ、いうことですね。パスワードをメモしますか。パスワードがこれ40文字あるので結構長い方ですよね。こんな感じで失礼しました。で街に帰ってきたら、まあ、忘れずにエネルギーチャージをしましょう。そうしないとダメージ受けたままなので、でオプション武装を使ったらオプション武装の弾補充をする。オールチャージするとその両方になりますよ。オールチャージは、ね、その方がお得ですよ。で回復してますね。こんな感じですね。これがさっきのマグネットだ。95しか与えられない。敵から敵の攻撃はでもいつも通りっていうね、理不尽。こういうね、半分ぐらいになっちゃったのかな、ダメージがね。威力が半分ぐらいになっちゃったのかな。非常に戦いづらいよね。こういう属性のあるエリアに来るとノーマルの武器だとかなり不利になっちゃうので、ちょっとね今は怖いですね。で他にもファイヤーエリアと、アイスエリアって確かあるんで、まあ、それぞれアイス
エリアだとブラスター系の武器で、ファイヤーエリアだとアイス系の武器を使うと、でマグネットエリアだとレーザー系の武器を使うと、確かそういう使い分けが必要なんですね。ノーマルで180当ててますからね。戦闘アニメーションもかっこいいっすよね。お、やべ、171いったれ、怖っ。気が出ねえ。160とか170蹴ってたのが150ぐらいになったね。確かめっちゃ弱かった気がするんで、まあ、一つレベル上がれば勝てる気がするんだよね。レベル3までいけば間違いなく勝てるでしょう。レベル2でも勝てると思うんだよな。あ、マグネットエリアだ。
と遭遇すると向きが強制的に変えられてしまうんで、まあ、演出としてはね、油断していると実はこいつめちゃくちゃ強いんで187、フォーリューにははるかに攻撃力があるっていうね、ベダよりあるんじゃねえかな、フォーリンベダより。もうレベル上がるじゃん、上げちゃおうか。じゃあ上げちゃおう。あ、もう次の町の通路ですね、これ。今トリントンシティに行ってトゥーラフラシティで戻る、トゥーグリーンシティで次の町への通路ということですね。ただまだグリーンシティ入れないと思うんで、レベル2でグリーンシティまで行けると思えないんだけどね。レベル上げちゃおう。スーッて動くのが気持ちいいよね。なんか一歩一歩あのパッパッパッって画面が切り替わる感じじゃなくて、敵出ないんですけど。来た。あー、お前かよ。あんまり欲しくないよね。強いだけでもらえるのがフォーリーと変わんねえから。はい。あとディフェンスも持っちゃいましょう。よしよし。いいね。まあ、こんな感じでもうすでにディフェンスレベルが遅れてますよね。どんどん遅れてっちゃいますからね。なのでディフェンスレベルを意図的に上げるっていう作業を、まあそのうちします。で、じゃあエネルギーチャージして、骨レーザーってますね。1500、ちょっと高い。だからレーザーって、マグネットエリア以外の属性エリアでもそこそこ強かった気がするんで、ある意味万能なんですよね。だからやっぱノーマルはやっぱり Nノーマルの武器の方が強かった気がするので、いまいちこの武器を買い揃える必要があるかっていうと難しいとこなんだよね。確かにあの属性エリアでの不利な戦いを強いられるのは嫌だけど、だからといってこんだけお金かけて武器を揃える必要があるかっていう、って感じだよね。特に序盤はお金ないんでね。まあお金に余裕があったらって感じですよね。で、アーマーも高いので、まあね、ディフェンスレベル上げてしまえば、これも結局、ね、ダメージ緩和できるんで、これも結局、ね、お金に余裕があればって感じなんですよね。だったらもうディフェンスレベル上げちゃった方がいい。で結局は、アイテムだよね。足どこにある。何してる。
ットとエスクイットってのが出てきましたね。リペアユニットっていうのは、ドラクエでいうと毒消しです、ね、ロボットに毒消しってなんだって話ですけどね。なんかね、この先ちょっと特殊な攻撃をしてくるやつがいて、そのなんだっけな、なんとかなんとかダメージっていう特殊なダメージを受けると、一歩歩くごとにダメージを受けるっていうね、毒のような状態になるんですよ。それを回復するのがこのリペアユニットですね。で、エスクイットってなんだっけな、確か戦闘から強制離脱するとかじゃなかったかな。なんかあんまり使った覚えないけど、まあそんな感じですね。リペアユニットはちょっとあった方がいいけど、あんたが地球から来たってやつだな。よそもんにゃんでけえ顔はさせねえ、乗してやるぜ。まあ、まあ軽くひねってあげましょう。もうレベル3になっちゃったからね、多分余裕っす。でこのデュエリングっていうのを選ぶと、試合になるんでね。さて勝負と行くぜ。デュエリストは勝負で身分が変わるからな。負けねえぞ。まあ私新米デュエリストなのでランクが一番下なんですね。なのでまあこいつを倒してランクを上げて、でデュエリングではレベルが上がらないので経験値もらえますね。なので、まあ、わざとダメージを食らってディフェンスレベルを上げるなんていうことはないので、とにかくさっさと倒す。24。雑魚じゃん。負けねえからな。なんか、まだフライングミーミーとかの方が全然強いね。負けちまった。これでランクから外れちまう。となればデュエリストは廃業ってわけか。とほほ。賞金は1000クレジット。おー、ラッキー。あとこのシティにはクリスって女のデュエリストがいます。あんたには負けたぜ。この星に知り合いいないんだろう。俺が手貸してやるよ。あんたの仲間らしいやつを知ってるって男がいるぜ。渡りはつけといたよ。三田若志。君の前に来たエージェントは女のデュエリストと接触していたが行方がわからん。私がクリスだ。なんか聞きたいらしいけど、戦いに勝ったら教えてやるよ。もうなんかこういう展開なんですね、常にね。とりあえずもうデュエリングして勝たなきゃいけない。この星にはマースという組織がある。それが君の仲間を消したんだと思う。気をつけてくれ。にも勝てると思うけどな。まあ良いでしょ。いけるいける。へへ、女だからってなめんなよ。いたか。you
けるもんかい。まあナチュラルアミューレも全然強いですね。だけどもうレベル3になってしまった俺の敵じゃないな。ほらぶっ壊しちまうよ。よそもんはファイティングワーカーなしじゃ長生きはできないよ。2000クレジット大きいね。グリーンシティの遺跡には何かあるそうですな。こうなんかこっそりメッセージが変わるからね。どうしよう、あんま買おうかな。ライフシールド買っちゃおうか。ファイティングワーカー強いね。あんたの仲間のことは知らないんだ。その代わり私も手伝うよ。ナチのやるよ、ナチのやつよりは頼りになるぜ。知らんのかい。クリスを倒したから次の相手はジョーだな。グリーンシティにいるぜ。もうグリーンシティには入れるよ。上げていかないと次のシティに入れないっていうね。どんだけこう階級社会なんでしょうね。はい、というわけで次はグリーンシティですね。道が分かんない。あれ、昨日ダメだ、ダメだ、ダメだな。もう115しかない。同じ敵が出続けるってよくあるんですよ。延々同じ敵が出るとかっていうよくあるからね。もう違うエリア来たからいろんな敵出ると思うんだけど。いろんな敵がいるはずなんですよ。なんか敵の種類少ねえなとか思われたらあれだけど、
ベタしか出ない。ああ、せっかくなんでディフェンスレベル稼ごうかな。はい、まあ使わないって言っときながら、なんでチャフとかハッシュドボム買ったかというと、まあ意図的に戦闘を長引かせるために買いました。まあそれによって失礼しました。戦闘を長引かせて、あえて敵のダメージを受けまくってディフェンスレベルと経験値を稼ぐ、そういうことをまあやるためにですね、敵のセンサーがダメージ、何が起きてるのかよく分かんない。まあある意味無駄な行動をして敵に攻撃をさせると、あ、こう敵のセンサーにダメージって敵の命中率下げてるかもしれないね。だったらシャフよりも先にこっち使うべきだったか。これは敵のアーマーにダメージか、敵の守備力を下げている。でもセンサーにダメージ与えても命中下がってる感じしないですね。ディフェンス経験で100ももらえた。まあこうやってちょっと意図的に敵からダメージを受けることをして、ディフェンスレベルを上げると。ちょっとね、これをねたまにやらないとディフェンスレベルがどんどん遅れてってしまうので、まあやんなくてもいっちゃいいんだろうけど、強くね。クリティカルヒットした。ちょっと強いか。まあ問題ないです。こいつで、こいつで稼げばよかったかな。ベタなんか稼ぐんじゃなかったな。ほら、もう簡単に40とかいっちゃうじゃん。300ぐらい当ててたよね。やっぱあれか、アーマーにダメージ与えたから。
こやで。ワイツアンクルって美味しかったね。あと一回戦ったら戻ろうか。レベル稼いじゃったね。高い。これでもオプションチャージって着しか持ってなくても他のオプション4種類持ってて全部空になった状態でもチャージ量変わらないんで、なるべくオプションいっぱい持った状態で全部使い切ってからやった方がお得ですよね。じゃあ V シティ行きますか。あ、パクワン回復持ってない。あ、リペアユニット買おうと思って忘れてるな。大丈夫かな。ベタしか出ないこういうことよくあるんですよ。もう84しか取らないもう一種類の敵しか出ないんだよね。枝だらけです。
あどんどん進めたい時には弱気のばっかりいいけどね。稼ぎたい時には美味しくない。あ、ついた。あ、まだだ。あれ？本当にベダしか出ない。うわお。どこ？やべ、そうそう、バックワン使っちゃうじゃん。バックワン使う前に巻きつきたかったな。あれ？行き止まりじゃん。こっちじゃないのか。あれ？赤くなる。もうどこにいるかわかんない。どこだ？115。全然おいしいじゃんこいつ。この次こいつで稼ごう。あ、来た？来た？あ、来たー！よかったー。395。メダばっかりでよう稼いだな。そろそろ、あ、もうそろそろ1時間経ってますね。そろそろ、この辺にしとこうかな。ニトロチャージ。ニトロチャージは素早さを上げて2回連続攻撃ができるようにするっていうやつですね。
敵の中にも雑魚敵の中に2回攻撃してくるやつがいるので、そういうのもこれ使えば1回攻撃にすることができるけど、まあ雑魚に使うのはもったいないよね。やっぱボス戦だよね。そうそう、あの2回攻撃してくる雑魚を相手にディフェンスレベルの経験値を稼ぐっていうのはいいんですよ。もうがっつり稼げる。うまくいけば1000ぐらい稼げるからね。なんだっけな、なんかウサギっぽいやつがいたんだよな。そいつでなんかあげてた記憶があるな。まあ、何しても買えないと。レスリーとかいうやつがあんたの腕を見込んで頼みがあるんだって。実はこの町の迷宮に、妙な化け物が出るのだ。そいつをあんたに退治してもらいたいのだ。あー、あったね。やつを倒せば面白いものが見れる。次のシティまでの通路にドアが3つ続くところにやつがいる。ああ、ドアが3つ続くところにやつがいる。うん、レスリーのじいさんは信用できるよ。あれ、ジョーはジョー。デュエリストがいない。賞金目当てなのに。先にこの化け物を倒してこいってことか。次やることは化け物対ですね。はい、じゃあそんなこんなで、次の町の通路伝えね。ホワイトヒルシティ。じゃあちょっと今日はこの辺にしときますか。まあちょっと裏でレベルとか上げちゃうかもしれないですけど、まあちょっとね、そもそもお試し企画なんでうまく取れてるかどうかも怪しいですが、まあもしね、ご要望があれば、アウトライブ、引き続き続けていきたいかなと。多分まあ普通にやると思うんで、このゲーム懐かしくてご希望があればアップしていきたいと思います。じゃあ今日はこの辺で終わりましょうか。はい、ではご視聴いただいた皆様、ありがとうございました。今回はこれにて終了とさせていただきます。じゃあまたねー。